まあ体に電気がどんだけ溜まってるかみたいな感じですね。一つ動かしまして黄色のボタンをポイッと押すと AC になりますので、これ持ってもらいます。はい、いくつあるか。ここいやいや、金属のところを持つ。そうすると今440-450とかミリボルトなんですね。で、アーシングをしていく。足を乗せてみてください。ピュ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 、今1とか0とかそのぐらいになりました。立体電位を測定してみたいと思います。これをダイヤル一つこっちに回して、こうですね、ピッと言いますけど、で、黄色のボタンを一つ一回押すと、ここの DC が AC に変わります。わかりましたかね。で、AC に変わったところで、黒い方をアース線につなぎます。ちょっと患者さんに持ってもらいます。よいしょ。これ外から撮ってるアース線ですけど、これこうつなぎます。で、赤い方を持っていただきますと、こうですね、今483、ミリボルトになってます。で、次は、これ別から取ってる、アースの、コードですね。これを、アーシングマットに、つけてみたいと思います。よいしょ。で、今400から500ぐらいですね。で、アーシングマットに、よっこいしょ、足を乗せていただきますと、ピュ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 ッと 2ミリ、ボルトまで下がりました。ちょっと足を上げてみてください。こんな感じですね。身体電圧が、まあ、下がると。もう一回乗せてみてください。で、アーシングしている間はどんどん流れていってしまうと。